くりしたやばー、あと3日ですね。3日後に私の誕生日だ。まあ全然実感は安定にないんですけれども、すごい豪華、キラキラ。心よりも先に私のショールームがもう誕生日になってる。やばい、早い早いこんばんは、おだやんさん、アスパラさん、音符アスパラさん、マイク絆さん、ジャストミートさん、としきさん、よいさん、音符よいさん、レインボースター、おだやんさん、デルマスーさん、ハート、よいさん、バラ、ありがとう。こんばんは、どうもこんばんはです。今日はあっという間の一日でした。なんか寝てたらいつの間にか夜になってました。日立さん、ゴーさん、マイク、持ち田さん、竹山さん、ハート、ヨウさん、おっぱありがとう。フライングおめでとうだって。じゃあお誕生日当日もちゃんとおめでとうってしてくださいね。フライングもめっちゃ嬉しいけど、お誕生日当日も待ってます。真空剣さん、音符、昔からおじいさん、クラッカー、よいさん、ハートたくさんありがとう。北斗高さん、マイク、スサンダルもありがとう。こんばんは、7月6日、びっくり、もうあと3日、私の誕生日まで。マイクありがとう。ララバイさん、真空圏さん、だるまララバイさん、ありがとう。クックさん、あなたもありがとう。そう、今日はたくやさん、マイクありがとう。今日はね、大好きな人とご飯に行ってきまして、ちゃんとね、写真の許可もね取ったので、先ほどメールに送らせていただいたんですけど、なんとなんとみちさんとランチに行ってきました昔からおじいさん、ハートありがとう。そう、なんか2日前にちょうど X 開いた時に帰郷中っていうのを見て、なぬって思って、もうすぐに連絡して、いつまでいらっしゃいますかとかいろいろでして、私、あ、コンコン鳴り出した、大事な話してるのに、大事な話してるのに、でいつ空いてるってなって、あ、この日空いてますってなって、それがまあお互い今日だったんですけど、そうで、そう、本当にめちゃ少しの時間だけだったんですけど、ランチ行って、とカフェ行ってお話ししてって感じで、みちさんとお話ししました。今日はエランチさん、音符ありがとう。昔からおじいさん、ハートありがとう。そう、あ、そう、外出れたよ。いなかった。朝起きたらっていうか、外出るときインターホン見たんだけど、カメムシいなかったので、もう難なく出れたんですけど、お父さん、おばありがとう。そう、みちさんとお会いしまして、プライベートで遊ぶのはっていうか、めっちゃ久しぶりでした。コナンさん、マイクありがとう。焼肉行ったぶりかな、なんか結構長袖着てた気がするので、冬場だった気がする。いつだったっけな、私のメールで調べればいいんですよね。そう、どこだ。やっぱ私がさ、みちさん卒業する前にさ、10通ぐらいみちさんっていうタイトルつけてさ送っとるから、探せるん。
ここ。どこ？私いつぶりだったんだろう、みちさんと。あ、違うよ。LINE 見ればわかるよ。LINE を見れば。あ、かわいい。どこだ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 。結構前説、あ、2月とかだ。半年ぶりに、半年ぶりにプライベートでお会いしました。帝国さんハート、かっちゃん、最新型ポンコツさん、クラッカーありがとう、ヒロクさんハートありがとう、ベミちゃんハート、もみじさんクラッカー、天然うなぎさんマイクありがとう、2月ありがとう、考えなしさんおっぱありがとう。2月だから半年ぶりにみちさんとプライベートではお会いしてお話ししました。楽しかったです。でも緊張、なんかやっぱ緊張しましたね。ドキドキする。あのなんかもう今日は対面でご飯を食べたんですよ。両方カフェもランチも対面だったんですけど、だからもう顔を上げるともうみちさんがいらっしゃるからめっちゃ緊張して、そうドキドキしました。本当に愛の重さも聞いてくださっているって言ってたし、歌えるよって言ってくださったし、その STU の活動をなんか SNS とかで見てくださっていて、これあるよねとか言ってくださったりで、こうまだこうちゃんとちゃんとっていうか、卒業したらさあんま見なくなっちゃうのかなって思ったんですけど、ちゃんと見てくださってて嬉しかった。可愛かったです、とても。うちさんはね、あの今東京にね住まれているんですけど、でもずっと前々からね言ってくださったんですけど、東京来たら本当にいつでも連絡待ってるって言ってくださって、あのみちさんのお家、その何、めちゃくちゃもう家具とかもバッチリもう揃って、で自炊とかもしてるらしくって、いつでも遊びに来てって言ってくださったんですけど、東京行く時って大体その日帰り、何トンボ帰りだから全然行けないんです。一泊とかができたらね、ちょっと行けるかなみたいな感じなんだけど、その被害だからもう行けないんですよ、なかなか。そう、なかなか行けなくて、うーんって感じなんだけど、そうめちゃくちゃいろいろもう家具もバッチリ揃って、だから自炊何してるんですかって聞いたら、結構いろいろ作られててがっつり、わーってなった。食べに行きたい。ソルハが食べに行くまでにあのいっぱい料理できる数を、品数を増やしとかないとって言って、かわいいですってなって。私あんまり自分の手料理とか食べるけど、もう広島に引っ越してきてからママも食べてたけど、以外はあんまり食べたことがないんですよね、手料理。まあ、食べる機会ないしね。葵さんのグラタンを食べたことがあって、パセが作ってくれた餃子食べたことあって、サラピが作ってくれたお菓子、あでもバレンタイン時期はメンバーさんからひなさんとかからバレンタインもらってたし、みんなみちさん家にお泊りした時はあのみちさんのお母様が作ってくれたとご飯食べたりで、だけどあんまりこう人の手料理を食べる機会が最近はないので、ちょっと早くみちさんのお家に行ってあれですね、食べたいですね。そうみちさんといっぱいいろいろ話しました。なんか STU どうみたいな方とか、まあ、みちさんのそのなんか活動っていうかのこととか話しました。
みーさん、レインボースター、ひろゆきさん、ありがとう。本当にね、もうね、2時間ぐらいだったんですよ。いろいろあって2時間ぐらいだったんですけど、でもめちゃくちゃ幸せでした。可愛かったです。嬉しかった。だからちょっとだけなのかな、今回の帰省って分かんないんですけど、その中の一日をっていうかね、なんかありがとうございますっていう感じで感謝でした。そう、あ、そう、ショートのみつさん、でもね、あのゆうかちゃんの卒業コンサートとか、ドラさんの卒業コンサートのその卒業、ゆうかちゃんの卒業セレモニーの時に、もうすでにみつさん髪の毛短かったからあれなんですけど、そう、直接なんか近くではいっぱい話せました。みーさん、レインボースター、ひろきさん、ありがとう。そう、幸せでした。おみちさん可愛かった、美人でした。もう相変わらずのもう好きやなって再確認しました。なんか会えない、会えなくて、でもやっぱ SNS とかは見てて、あ、可愛いなと思ってたけど、やっぱ生で会うとなんかもう可愛さのレベルが違いました。もうたまげました。可愛かった。ぜひ私のメール見てください。みちさんっていうタイトルで結構長めで送った。なんかさ、私のメールってさ、前も言ったと思うんですけど、めっちゃ短く、全然1通あたり全然書いてない気持ちでいたんですよ。でもなんか意外と行数があるっていう、自分的にはね全然書いてない気持ちなんだけど、結構行数がある、まあ開業するからっていう、あれ、そうだよ。そう、お誕生日にね、もうなんかもうすいません、ありがとうございますとか、会えて幸せでした。感謝。誕生日といえばなんですけど、昨日結構生誕 T シャツの発送メールが届いたよっていうお声を聞いたんですけれども、で今日届いたっていう X の返信もちらほらお見かけしたんですけれども、届いたのですか、あの I love no sleeve by シナのソラハっていうやつ私まだ現物見てないんですよね。まだ現物見てなくて、そう、事務所にもう届いているのかなと思うんですけど、受け取りました。お、よかった、届いた、嬉しい、今日届いた、やったやった、お、嬉しい。じゃあみんな着れるのか、もうあの T シャツ、事務所早く行きたいな。どうでした、どうでした、生で見てどうでしたか、どんな感じでした。私まだ見てないけど、存在感ありました。どんなか、やっぱ黒だからなんか日光集めそうな感じするけど、いい感じだった、大丈夫そう、あれ切れそう、みんな切れそうでしたか。今年、来年の誕生日まではあの T シャツを着ることが多いかなって思うんですけど、 I love no sleeveうれしい。じゃあさ、あれじゃんね、サマステとかアイドルサマージャングル、サマース8月9日のね、サマーステーションと
8月10日のアイドルサマージャングルとか、8月その次の日の広島のリアルお話し会2日間、徳島駅様の徳島と島旅クルーズ、みんなもう緑の生誕ティー、去年の生誕ティーじゃなくて、あ、去年じゃない、緑は違う、白の手形確かに手形怖いね、手形じゃなくてノースリーブってこと。みんな来てきてくださいね、待ってます。サマステのチケットもね、あと少し、8月8日までなので、そう、今日 LINE も来てたし、 X にも上がってたし、インスタストーリーにも、上がってたんですけど、サマステ、もうすでに結構もう空ハウスの方っていうか、もうチケット取得済みっていうか方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まだの方はよろしくお願いします。サマステのチケットは8月8日の23時59分まで、18時半開演。お、会社に午後を最高、申請済み、ありがとう、嬉しい。確かにね、整理番号がどんな感じか、サマステどっちだったっけな、私上手下手ちょっと待って、わかんない、言っとこ、またメールにも送るけど、待ってよ、サマステ、サマステ、ナマステみたいになっちゃった。ちゃん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 、あ、神手ですね、神手です。言うたら半々、ほぼほぼ半々半々だったので、あれなんですけど、はい、半々です、マジで半々で、1曲上手が多いかなぐらいなので、もう曲中にはもう上下も両方いくので、全然どちらでも、もう皆様が好きな方でいいかも。でも下手もおすすめ下手もおすすめだけど、曲数的には上手の方が多いです。でもおすすめなのは下手。アリサちゃん音符ありがとう。お、早退予告はしてきた、えらい、ちゃんとね、やっぱ事前に言っとかないとね。お、仕事の都合が無事つけられたから、お、やだ、よかったです。チケット取ったけど行けなくなりましたってなったらね、悲しくなっちゃうから。300番台以降しか、あらま、わかんないですよ、今年は一桁かもしれませんよ、今まではそうだったけど、ひっくり返すかもしれない。ぜひぜひみんなサマステ待ってます。その次の日のサマージャングルも来てほしいなって感じなんですけど、10日の土曜日、ちょっとそら話の方にはって感じで、いや、匂わせときます。でも、もうでもあんまりサマージャングル行くよって方いないんですけど、サマージャングル配信とかないよね、最新とかあったらあれなんだけど、多分ないと思うので、ぜひとも来ていただきたいですね。エイさん、マイクとハイビスカス、アリンコさん、ポンプありがとう。サマジャン、サマジャン、サマステ、エキサマ、もうサマーがみんなついてるから、もう分かんなくなるよね、どこがどこか分からんくなる。
どれがどのセットリストかも分からなくなるから、めちゃめちゃメモとかあのスクショ、なんかセットリストスクショしてまとめてる。分かんなくなっちゃう。ニックさん、クラッカー、カズさん、結婚してありがとう。あ、配信やっぱないよね。10日頑張ります。シナのソラハ、みんなソラハのこと目で追っててください。水とかが使われる演出らしいから楽しみ。ファンの方にかけられるとかはないよねステージ上にいるメンバーに向かってなんかかけるとかではないよね。逆だよね、どっちかっていうと。皆様がかけられる方だよね、きっと。何なんだろう、水鉄砲とか持てるのかな。全然知らんのんやけど、ちょっと待ってね。あ、そうやね、お話し会11日楽しみ。本当に浴衣決まったし、無事に。そう、日の光さん、ハートありがとう。お誕生日あと3日後なんです。3日後の8月9日もおめでとうって言いに来てください。ありがとう。でもフライングおめでとう、ありがとう。そう、水あ、ええマジどんな感じなん、えどんな感じなんだろう、どんな感じなんだろうか。エボルタさん、音符ありがとう。今日はね、歌おうかなって思います。久しぶりに歌っとった。なんかめっちゃ歌いたくて、さっき起きて19時ぐらいに起きたんですけど、二度寝からっていうか昼寝から、そっからなんか今日歌いたい気持ちいいと思って、めっちゃ歌ってました。練習してました。矯正つけてるのでちょっと滑舌がよろしくないって感じなんですけど、はちゃんと歯がね、めっちゃちょっとずつなんですけど動いてきてます。こう見えてちゃんと動いてきてます。動いてるかソラハも心配だったんですけど、ちゃんと歯動いてます。山崎パンさん、ハートありがとう。リュウちゃんありがとう。夢川バルーン、カラオケ配信はイヤホンが使うので携帯を変えます。変わったかしら。こんばんは。どうしよっかな、夏曲歌おうかな。夏曲、王道夏曲。あ、今日あれやしね。よし、これにしよう。低めだけど、シュシュついてないけど。早く
くシャツの袖口まくって太陽が近づく気配僕の腕から衣替え青い海波ぶち際で君と会いたい裸足の水しぶきポニーテール風の中君が走る砂の上ポニーテール振り向いた君の笑顔始まるハモリっていうか低い方しか歌ったことないけなんか変になる毎回カイトさん、モビさん、音符ありがとうございます。教室に日が差して夢の気温が上がった斜め前の君見てると胸が苦しいなってくる好きなんて言えやしないよ後ろ姿に気持ちをつぶやくポニーテール夢の中君のすべて一人占めポニーテール確かに打ち上げ祭りそうじゃん葵さんとユナイナと歌ったで AKB48 で一番好きな曲でもいい曲ですよね MV を思い浮かべるめっちゃダンパネタ長い髪水玉のシュシュ恋の尻尾は捕まえられない触れたら消えてく幻ポニーテール変わらずに君は君で走るだけポニーテールいつまでもはしゃいでいるままでアカリンさん噴水ポニーサラピのポニーテールポニーテールの STU メンバーといえばって感じ。私は最近お団子してるけど私といえばなんか昔はツインテールとテレビのロケとかであったから結構ツインテールすることが多かったのでツインテール若干って感じだったけどもう最近は何もない。10枚目はポニーテールだけどお団子最近よくしとるな。お団子といえばシナの空派ならんかならんか。お団子でもね気合い入れたい時っていうか大事な時になんかあと可愛く言いたい時とかにしてる可愛く言いたい時って何って感じなんですけどよくしてます。
ニーテール、うん、これがシュシュなんかな、これ、うん、ツインテール最近してないからな。三つ編みはこの前したけど、ツインテールの巻き、あとなんかしたか、いやな、え、したないか。三つ編みはなんか最近2回ぐらいしたけど、ツインテール七だれとかでまたしようか。顔小さすぎるからお団子、え、なんかそうそう、この前の物販の時とか、あと幕張イオンモール幕張新都市のあのグループ握手会の時にめっちゃ顔ちっちゃいって言われて、いろんな方にそんなことないと思って、写真で見たら全然他のメンバーさんの方が顔ちっちゃいんですよ。絶対この、 あの人よりも多分首が長いんですよね、ちょっと。いや、首が長いからそうやって言ってもらえること多いですけど、顔の大きさで言うと他のメンバーさんと同じよりでかい、どっちかっていうと首の長さでね頑張ってるけど、でも嬉しい、そうやって言ってもらえるの。顔を小さく産んでくれたママに感謝ですね。顔を小さく、めちゃめちゃ顔小さい。いや、なんかね、そうやって言っていただけるのは嬉しいんですけど、写真で見ると全然他のメンバーさんと一緒なんですよ。でもサーヤンこんなんですか。サーヤンはもうほぼないです。顔の小ささ、嬉しいですよ。感謝。もっと顔小さくなれるように頑張る。
ときめき場所の敵、うずく心をさらない占いはそういいことだけ信じる派なんだよ。つぶとこの気持ちに嘘はないよ。青空夏に変わる準備をもう始めてる。太陽は気温上昇させ蝉の恋そがせるな。ずっと好きだった二人目が合うその瞬間恋が始まる。かわいい。これの MV がとても素敵。私の推しメン様がかっこよい。まだロングの時です。富田の中さんは今ショートカットなんですけど、髪短めなんですけど、この楽曲の時は髪が長くてちょっとイケメン役なんですよ。イケメン役ってかもうイケメンなんですよね。超イケメン、めっちゃイケメン。 STU メンバーでイケメンメンバーみたいなあんまいないですよね。なんかかっこいいみたいな。カイトさん音符、愛知のひろゆきさんハート、よいさんペンライトありがとう。結構なんか各グループさんにそういうのなんかいらっしゃるイメージだけど、 STU っていない。なっちゃん、なっちゃんイケメン、ショートやからかっこいい。でもなっちゃんかっこいい、なんかそういうかっこいいメンバーってなかなかいないよね。イケメンみたいな、もう彼氏にしたいメンバーランキングみたいなあったら圧倒的1位みたいなメンバーあんまいないよね。昔も別にあれないけどな。リュウちゃんだるまありがとう。あずさんとかかっこよかったかも。あずさんも彼氏っていうか、なんかイケメン、イケメン、イケメン枠ってかイケメンだった、かっこよかった、かわいいしイケメンだし。あ、だ確かに男装が似合いそうなメンバー、男装が似合いそう。お顔のパーツがきなんかこうめっちゃ整ってるメンバー、誰だろう。お顔のパーツがってお顔が整ってるメンバーはたくさんいらっしゃるけど、どうなんだろうね。ソラハはねイケメンメンバーじゃないですよ、全くもって。もう変なメンバーイケメンメンバーじゃないです。私はおバカ、おバカとかじゃない、もうバカバカメンバー、全然イケメンじゃない。あ、まひなさん、わー確かにまひなさん、確かにまひなさんイケメンだわ。キングさんマイクありがとう。イケメンメンバーには私なれないですね。剣道とかで メンバーを守れるみたいなのはあるんですけど、退治できる、ビャーッとか言ってそれではできないけど、全然。でもめっちゃ、でもあのめっちゃ2年前か、男装をした時に安住があのめっちゃかっこいいですって結構女の顔をしてなんか女の子みたいな、女の顔をして私に言ってきました。もうその時私あずみのこと好きだったんで、あれだったんですけど、めっちゃかっこいいですって言って目キラキラさせながら来てくれたの、マジで覚えてる、可愛かった。キングさんマイク、あかつきさん音符ありがとう。あー確かに葵さん、葵さんに、もう葵さんイケメンやからな、もうすでに、もうすでに確かに葵さんもイケメンやわ、似合いそう。うわー、だから男装メンバーでしてみたいね。やっぱなっちゃんか、なっちゃんまひなさん、ちょっと頑張ってそこにソラハも入れるように、ソラハオールマイティ、何でも彼女にしたいランキング第1位もシナノソラハ、彼氏にしたいランキング第1位もシナノソラハ、友達にしたいランキング第1位もシナノソラハじゃん。
何でも1位になれるオールマイティーな女性になりたい。頑張るしかない。むずむずかもしれんけど絶対どのランキングも1位になる自信がない。もう絶対に なれない。でもみんなの一番であれば嬉しいけどね。マイクありがとう。あたいが○○なナンバーワンはランキングにどんな何のランキングや。何ランキングやろ。ノースリーブが似合うランキングギャルからに言うと確かに昔なんか思い出せる恋をしようの時になんかアンケートあって彼女にしたいとかあったけど今なんかそういうランキングないもんね。メンバー内でやる私何になるかな。怖い先輩ランキングとかやってるなんだけど怖い先輩ランキングで1位だったら結構泣いちゃうかも。ごめんってなる。もう怒れない怒れない怒れない。ヒロさん結婚してありがとう。嫁さんにしたい。うわ、え、じゃああれよ、それはみちさんとあおいさんとかやった気がする。前回した時どうなんやろね。袖がない。確かに絶対に袖がない。違う、そんなん空しかおらん。逆にノースリーブ僕的には全てが1位でしたって。優しい、優しくて泣いちゃう。お、宅配ボックスから生誕ティッシュ。お、嬉しい。みんな今年の生誕ティッシュさんノースリーブがど真ん中にあるので黒だからちょっとね、服合わしやすいかも。黒、白、グレーの3色で作ったので暗いけどね全然明るくないけど可愛いの、可愛いです。生誕 T シャツもう多分購入はできないけど、購入できないけどとてもおすすめの T シャツ。今年の今年一おすすめ T シャツ。じゃあこれを歌おうかな。 ST48 の夏フェスには必ず入っている曲、一気ドラさんの楽曲。ひらさんハートありがとう。これは一気ドラさんです。僕の知らない君がいて、君の知らない僕がいる。それが恋の始まり。恥ずかしい。
っていうか言ったことあると思うんですけど、もうこのラララがありすぎて、で音程が難しすぎて、レコーディングの時もうみんなそこだけもう信じられんぐらい練習してました。これ7枚目シングルのカップリング曲なんですけど、レコーディングってなって、やばい最後のラララがわからないってなって、もうほぼなってて、で私はアリちゃんさんにめっちゃ教えてもらいました。ワンツーマンでラの数も多いし、急に高くなったり低くなったりしてめっちゃ難しくて、だからうちまだ持ってると思うんですけど、そのレックした時のなんか楽譜っていうか、あの歌詞表みたいなのあるんですけど、めっちゃ書いてますもん。あのララ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 ラみたいな、このなんか音程を書いてました。めっちゃむずい。今聞いたら全然普通でなんともなく歌えるんですけど、初めてその音源来た時にもう難しすぎて、これやらんといけんのってなって超アスアスしてました。懐かしい。一気ドラさん大苦戦してました。これ誰と一緒だったっけな、歌う時。でもありちゃんさん一緒にいた、ずっといた気がする。ラララな、全く今は難しくないんだけどね。懐かしい、これも3年前とかよね。やばい。キングさんマイクありがとう。早いな。3年前じゃないか、2年前。えでもヘタレたちを、え2021か、でも3年前だ。2022は花だれとかやったもんね。で2020、2022年が花だれで、2023年が
息をする心と君は何を後悔するのかだったから。3年前か、やばいね。え、怖っ。もう早いよ。気づいたらもう2030年とかなってそう。2030年って何？27歳私。え？あと6年後か。やばいね。女のとっくんさんありがとう。夢川くま。間に合った。確かに3年前の、そうだよね。私が信じられないぐらいパンパンだった時期。もう2021年史上最強にパンパンでしたよ。ちょっと見てほしいもん。おもろい、あのサングラスデイズツアーの時にもうパンパンすぎて、もうパンパンにも程があるぐらいパンパンですから私。ちょ、今パッとねすぐにできると思うんで。2021年でしょのサングラスデイズツアー夏。え、本当にやばい。もうなんかもうポンパンパンやもんか、ほんまに。どれが分かりやすいんだろう。2021年から私はノースリーブを着ていた。あ、え、なんか分かりますか。まずまつげもない。あとシンプルに前髪の分け目があるっていうのもあるし、まつげがないし、もう目がパンパン。分かりますか。こう目が埋もれてる感。今も埋もれてるけど、二重メイクもなんか違うし、目も違うし、え、本当にやばい。史上最強にパンパンよ、なんか私。でもあの一丁前に決めとるわ。かっこいい服着れて。やばいんだけど、なんかもうパン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 しとる。やばい、おもろいんだけど。やばい、やばい。なんかもう悲しい悲しい。こん時も好きでいてくれた皆さんありがとう。やばいパンパンあんた。でもよかった、そう思うとさ、ちょっとまだマシになって。ちょっと最近ちょっとプクプクまた太り出して、もう涙涙になってるんですけど。いや、ほら、まつげがない。まつげがね、今はあのまつげ美容液をもう半年間ぐらい塗り続けていて、あ、でもほぼ1年になるか。去年の9月とか10月ぐらいからまつげ美容液塗り出して、で今伸びて、あのパリジェンヌっていうまつげパーマしたりとかしてね。やばい、本当におもろいね。まあ、こういういろんなスラハがあったからこそ今のスラハにたどり着いたっていうのもあるのでね、まあ、ポジティブにね、ポジティブに。まつげがなかった頃ですよこれ。温度のとっくんさんかわいい。心配鈴木さんハートありがとう。いろんな空派が栄光のかげでね。確かに。いくつもの日々を超えて。やばい、もう10時だ。今日みちさんとご飯をランチで食べて、カフェ行ってから何も食べてないんですよ。定食とジュース飲んだんですけど、それから何も食べてなくて、めっちゃお腹空いてきた今になって。でも私なんか今日スーパーに行ってエリンギとえのきを買ったんですよ。えのきとエリンギ買って、なんか健康志向になってて、でこのあとオリーブオイルとかで炒めて塩コショウで食べようかな、お腹空いたら。腹ペコになってきた。ペコペコ。じゃあ最後は夏曲じゃないんだけど、歌いたいと思って
30分ぐらい練習してた曲。なんかこれね、今から歌う曲ほんまになんかその披露、私は披露したことないんですけど、披露してるのを一方的に見てて、うわめっちゃいい曲やんと思ってたけど、改めてこう歌詞見て歌うとマジで涙出てきて、なんかもうなんか悲しくなりました。もうめっちゃいい曲すぎて。 SU の曲であれなんですけど、このかちゃんおぱありがとう。めっちゃくちゃいい曲っていうのは知ったけど、さらにいい曲ってことを実感して、もう涙が出てましたマジで。もう今は大丈夫だけど、あの 2.5 期生のね楽曲のこちら、いい曲、超いい曲。卒業の時、私が卒業する時歌ってほしいもん、これなんか一緒に歌いたいもん。めっちゃいい曲。いつもの公園のベンチの指定席、みんなに人気の2年の木陰の下、僕たちが明日から気まずくなってしまえば、新たなカップルが愛を語るのだろう。できれば何があったって正直になってほしい。どんな格好悪くてもいいじゃないか。離れたくはないと言ってたのに、夢と現実は違う。もうここには来られないと君が泣いた夜、未来の一歩目を引き止めちゃいけないと思う。だからこの超いい曲も。そよ風にざわざわと揺れる音が好きなのと、木漏れ日を見上げて耳を澄ませてた。あの時黙り込んだのは、僕がどう答えるのか、少し期待をして待っていたのかな。季節が変わっても、あのベンチにずっと座っていたいよ。僕たちの物語は譲りたくない。それでも性格のスタートを胸にするなよ。今の僕にできる愛とは引き止めないこと。あたりに星が降り注ぐ頃まで、なかなか立ち上がれない指定席。離れたくはないと言ってたのに、夢と現実は違う。もうここには来られないと君が泣いた夜、未来の一歩目を引き止めちゃいけないと思う。だからこの2年の木の下で君を見送ろう。やばこの歌詞、素敵な歌詞なの？これ歌ってほしい、ソラハ。ほんま、自分が卒業するときに歌ってほしい。歌ってほしい、これ。超歌ってほしい。よろしくお願いします、2.5 期生の皆さん。私がこう、最前の土線から、卒業公演のとき、最前の土線から、4人が歌ってくれてるの見たい、これ言っとこ、言っとこ、 2.5 期に。なんかさ、
2.5 期がそれこそいろんなね、場所で披露してたりとか、あとね、みちさんの卒業コンサートとかみちさん一緒に踊ってたんですけどとか見てたら、見てたて見ててて見ててうわーめっちゃいいなーってなったんですけど、そう歌ってほしい、これ言っとこ、次会うサマステ、サマステん、サマステで会えるか、サマステの時に言っとこ、ねえねえって、そらが卒業する時私に向けて歌ってほしい。めっちゃずうずうしいやん。一緒に歌うのはちょっと申し訳ないから歌ってほしい。で、後ろのモニターに 2.5 キットの写真ちょっと演出でつけてもらおうかな。そんな泣いてまうやんって感じで。歌ってほしいな。君を見送ろうって言って見送ってほしい。いい曲やん、もうほんまに。確かさっきコメント欄にもあったけど、鬼滅でいい曲もらってますみたいな。いや本当にそうね、一期生さんもドラフト3期生も2期生も 2.5 期生も3期生も、すごっ、改めてすごっ、うん、ありがとうございますですよね。バンジャラモンスターさん、カイトさん、音符ドブローさん、ハート、ダイナーさん、音符ピさん、ミラーボール、温度の特訓さん、ペンライト、タクヤさん、タンタンさん、マイク、オクトのタカさん、ニッシーさん、カイトさん、音符シンプルに佐々木さん、ハート、コノカちゃん、音符ありがとう、キングさん、マイクありがとう。ね、歌なんか自分も歌うのもあれやけど、ソラハが客席の一番真ん中に座って、まあ、みんなからレッスンをもらって、あ、卒業かって、だってさ、おつさびのさ、何だっけ、花何だっけ、ちょっともう歌詞がちょっともう今ニレの木陰の下しかめっちゃ出てくる。歌詞離れたくはないと言ってたのにの落ちサビでもう泣くよこれ。夢と現実は違う、もうここには来られないと君が泣いた夜、もうこんなんソラハに向けて歌われたら泣いちゃうよ、もうやばいよこれ。歌ってほしい4人に言っとくわ、客席の土線に。虎道コッコさんも私が土線に座るので、土線に選ばれ、私の卒業公演で最前列の土線に選ばれた方はちょっと その時だけちょっと一席譲ってください。キングさん、マイクありがとう。こう見えて 2.5 期とみんなねし仲いいんですよ。こう見えて仲いい、仲良くさせていただいてます。トリーさんありがとう、はいですか、そう席譲ってください。ね、私が卒業、なんかね、本当に私卒業するときに歌いたい曲ありすぎてやばい。こういう話してたら卒業するのみたいな思われるかもしれないんですけど、マジでないんですけど、こういろんなメンバーさんを見送ってきてっていうか、見送ったじゃないですかこの春、より多くの方々を。でその度に思う、こういうのしたいなみたいな、
だからちょっとあれなんだけど、そうだからもし自分空の卒業公演でそう最善の土線当たっちゃった方は卒業ブロック半分ぐらいちょっと席譲っていただきたいです。よろしくお願いします。てな感じでてな感じでどんな感じって感じなんですけど、本日の配信終わりたいと思います。それでは壇上を読みます。13位おだやんさん、12位たくやさん、11位としきさん、10位すーさん、9位ひろさん、8位いいさん、7位アスパラさん、6位ララバイさん、5位天然うなぎさん4位おいさん、3位温度のとっくんさん、2位ぴさん、そして1位はカイトさん、ありがとうございます。キングさんマイクありがとう。そうそう、みちさんのとつこの時はね、そう一緒にね5人で歌われてましたね。2でなさんハート、しらさん結婚してありがとう。今日はインスタストーリー、この前韓国料理食べに行った時のインスタストーリーと、あと振り袖のもう20歳のうちに出しとこうと思って振り袖の後撮りをした時の写真を X に投稿したので、ぜひ見てください。あとメールもね今日5通送ったので、また返信してください。メールの返信、クルージングでソラハちゃん可愛く撮るためにスマホ新調した。嘘、いくらポン嬉しいね。クル島旅クルーズね、あと今やってる私はまだだけどナイトクルージングもね、カメコタイムみたいな、カメラ撮カメラタイムカメコタイムみたいなあるけど、リアルカメラじゃなくて携帯のみらしいっていうのをこの前 X でめっちゃ見たけど、嬉しい。じゃあいっぱいカメラ目線します。島旅クルーズマジで空派推しの方10人ぐらいしかおらんくてちょっと寂しいと思うので、よろしくお願いします。それでは配信を終了します。見に来てくださった皆様ありがとうございました。今日はちょっとね夕方寝ちゃったので夜寝れるか心配なんですけど、頑張って寝ます今日は大好きな人にお会いできてランチもできて幸せでした。ではバイチャラポー、またね、おやすみ中、ありがとうございました。このあと多分まだあと2時間ぐらい今日あるので配信してるメンバーいると思うんですけど、釣られないようにですよ空の配信が終わったらもうショールームアプリ今日はバイバイしてくださいではバイチャラポー、またね、おやすみ中、ありがとうございました。